どうも、エルザーです。それでは、レムナントやっていきたいと思います。ですね、前回出たところから、また新しいところ行けるみたいなんで、繋がってたみたいですね。そちらの方やっていこうと思います。おう。見放された荒野と。一応、そうだね。スピットファイヤーそれなりに強くなった。放射線のやつを使おうか、ちょっとね、タイミング見てやろうかなと思ってます。さすがにね、ちょっと強すぎるんで、敵が。あれ？これ抜けてきたけど、結構、めんどくさいエリアに来た感じかな。その通りですね。こんなもんなの？お前いるのか。浮いてるあいついるのか。その浮いてる敵がいるっていうだけでだいぶ大変なのよね。いたね。やばいっすね。燃えちゃってください。燃えろ燃えろ。よーし。うわ、ぶで。あー危ねえ。よーっと。ああ、火炎放射器使い方覚えたら強えな。時間経過で回復していくからね。なるほど、なるほど。削って炎上させて、その隙に逃げながら稼ぐって感じか。うん、悪くはないね。よし、オッケー。ああ、向こうに繋がってるんだけど。ああ、結局、外っていうか、枠を通っていく感じか。そうね、こっち行けるのか。意外とマップ見てないと見過ごすね。はいはいはい。進んじゃう感がありますな。あっちもあっちでどうなんだ？いや、もう先こっち行くか。あ、炎上炎上炎上中です。あー、強い強い。おっと、
よし、オッケー。頭が硬いのよね。ここは危ないですね。あとはレアアイテム発見。トレード系かな。指輪、エズランがヘルス、威圧は敵を倒した後7秒間の間移動速度が 20% アップと連射速度 15%。 あー、連続で倒すと強いってやつか。太陽ね。お、あら、さらに先に進む感じか。これあれだね、結構マップ探索だけでも時間かかるね。さあ、新しいチェックポイントだね。大変なんだろうな。目の前にもワンちゃん見えるもんね。うわー、なんかここはオサが出てきそう。おお、いや、いかん、なんか比較的人だ。火星の谷。ショットガン撃ってくるか。おお、危ねえ。早く早くして。あれはやばいやばい。本当だよ、光のロッド。なんだあいつ。ちょっとでかいぞ。いた。人ではないね。人型した何かだね、あれはね。お、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。俺が終わりそうだったわ。はあ、声が人じゃないもんな。あ、でチェックポイントぐるってしてきたわけね。よーし。え、光のロッドはもしかして、奇妙な見た目の異物、その輪郭は
別の物体に合致する。ああ、これ鍵か。あ、じゃあこっち来て正解だね。待て待て待て。音が割れるゲームの。びっくりするわ、毎回割れると。燃えろ燃えろ燃えろ。よーし。いて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 。あ、まだ倒してなかったか。痛い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 。隠れるのうまいな。グレラン売ってるやつ誰だ。グレラン打ちが下にいたー。いやー、穴に落ちたか。抜けて、なんかこの辺りだったよね。今紫の。あったあった。おま、森？あんなところいんのか。うまいこと逃げるねえ。やばいわ。よし、ないから。やばい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 。いやいやいや、やばいって、おじさん。まだ出てくんの？いた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 。ワンちゃんの声はめっちゃするんだけどね。よし、よしよしよし。落ち着いた。ワンコは、ワンコはどこだ、ワンコ。いた。いてー。普通にいたな。こんなもんかな？
だいぶ奥まで来たけどね。あー来たね。だいぶ奥まで来たね。スクラップ発見。こんなもんかな？アイテムは。お宝も意外と一個ぐらいしかなかったね。結構頑張ったけど。そうか。まあ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 。経験値っていうのがないんでね、このゲーム。あー、これで出れるね。さあ、これがどこにつながるのかというところか。いやー、怖かった。ん？ドリーマーのマナっていうアイテムあるんだね。地球はかつて孤立していたと。ガーディアンによってではなく、ルートによりも、深淵に近い力によってだと。あー、これ最初に言ってたやつだね。こんな綺麗な色してるんだね。さあ、チェック。さあ、この先は？ボス戦ですね。マジか。ボス戦、意外と多いな。盲目の岩窟。行ってみますか。え？そういう感じですか。あ、しかも炎上するんだね。ちょっと逃げよう。痛い痛い痛い。はまずいわね。はい、即死。これやばくね。よし、今度は試しでちょっと放射線のやつを使ってみようかなと思います。火だったんでね、ボスがね。あら、そんなに強くないかな。さあ、しっかり飲んで。逃げれるだけ逃げて。40ダメ。そんなに。いやで、雑魚狩りが始まると。
痛いね。さあ、また叫んで、あとちょいだね。はあ、弾はそれなりにあるからね。よし、倒した。炎上ダメージがつらい。よし、終わったわ。まいったでしょう。あまり強くなかったわね。まあ、手間はかかったけど。ほんと手間はかかったで。はあ、無事倒せたね。いや、順調順調。前回も、まあ、前回一発だったけどね。今回二回目でなんとかいけたけど、よかった。こういうゲームはね、なんかドツボにはまる前に倒さないと後々苦しいんでね。じゃあいつものごとく回収とか、ここを出たら作れるもの見てみましょうか。さあ抜けると、あれ？チェックポイント意外とない。それはそれで困ったな。見放された荒野と。ほう。あ、はあ。最初のところに戻ってくるわけね。ぐるーって回って。ちょっと頑張って戻りますか。あ、チェックポイントあるね。おお。でもさ、あ、やっぱ入れるわけではないのか。いい感じの扉がある。これで、ああ、つながると。基本的にここまっすぐ行くとなんかまたあるみたいだね。違うエリア行きそうな感じだね。まあ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 。はい。ということで、今回ここまでかな。あ、そっか。ちょっと不気味に行きましょうか。おしゃべりする気分じゃないの？まあまあ、そう言わず作ってね。めんどくさいわね。はいはい。頭骨か。攻撃時に40ダメージを与えるオーブを発射。さまようでいいのかな？頭骨を召喚する。
ああ、そんなに、そんなにって感じだね。よかったわね。じゃあ消えて。よ、流れ。さあ。まあまあでしたな。防具を上げてしまってという感じかな。そろそろね。強化しておかないと。だいぶ辛いところではあるからね。ああ、やっぱ足りないか、素材が。まあでも、だいぶ揃いましたね。ということで、今回ここまでとなります。まあ新しくできたのはモッドだったんで、武器ではないという感じか。武器ができるやつ出てくるとまた楽しみなんだけどね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。